第1試合、両選手リングに入場です。最初に青コーナーより呉山青龍選手の
第4試合、両選手の戦歴経歴を紹介いたします。赤コーナー、池田博樹、府中ル所属、2000年11月生まれ、21歳、香川県高松市出身、デビュー2021年12月、戦績2戦1勝1引き分け、この1勝は KO 勝ちでございます。対しますはコーナー、呉山清流、天ヶ崎亀谷所属、2001年7月生まれ、21歳、兵庫県尼崎市出身、デビュー2019年12月、戦績3戦2勝1敗、この2勝は全て KO 勝ちでございます。セカンドアウト、ラウンド2。セカンドアウト、ラウンド3。
セカンドアウト、ラウンド4ラストラウンド。第2試合4回戦採点の結果を発表いたします。ジャッジ川上純38対38、イーブン。ジャッジ上村正人、ジャッジ森谷正弘ともに39対37。以上2対0の判定により勝者青コーナー